フラワー長井線は山形県南陽市の赤湯駅から西沖多摩郡白鷹町の荒戸駅に至る山形鉄道が運営する鉄道路線。旧特定地方交通線の東日本旅客鉄道長井線を引き継いだ路線である。名称のフラワー長井線は沿線に花の名所が多いことから来ている。ワンマン運転の各駅停車が線内折り返し運転され、 一から二時間に一本運行されている。ワンマン運転時は複数車両連結の運転であっても乗車可能なのは進行方向側の先頭車両のみ。赤湯荒渡間の所要時間は約一時間である。今泉駅で JR 米坂線、赤湯駅で JR 山形線、山形新幹線との接続をそれぞれ図っている。米坂線小国。 坂町方面と山形線山形、新城方面の連絡は、米沢接続に比べ、当線の今泉赤湯間を通る方は、運賃が安い上、接続がいい場合も多くある。山形鉄道フラワー長井線の近年の輸送実績を可表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統経年法より抜粋山形鉄道フラワー、長井線の近年の収入実績を可表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報より抜粋2010年8月、白ウサギのモッチーが区内駅の駅長に就任した。二羽のギ、ピータと天が駅員である。また助役は亀の亀吉が務める。山形鉄道ではこれらのキャラクターをあしらった。 ラッピング列車、もつち列車を運行している。大板地方の交通改善のため、軽便鉄道法を巡用して付設された路線である。長井軽便線として1913年に一部開業し、長井線と解消後の1922年に全通した。同年制定された改正鉄道付設法には、荒戸から宛てら沢線の左沢に至る鉄道が計画されたが、 実現しなかった。国鉄再建法施行により1986年に第3次特定地方交通線に指定され、1987年に日本国有鉄道から JR 東日本に承継された後、1988年に山形鉄道に転換された。長井線に関するカテゴリー。ありがとうございます。